皆さんこんにちは、翔平チャンネルの翔平です。前回ですね、車が3000キロ走ったということで車の点検をしていたんですけど、どうやらですか、私の点検の仕方が間違っていたようで、冷却水ですね、場所がね違うというねご指摘を受けました。申し訳ないとともに、ご視聴者様ご指摘ありがとうございました。ということでね、今日は、冷却水の点検ですね、していきたいと思います。じゃあ早速ね、ボンネット開けて確認していきましょう。さあまずボンネット開けましょう。よし、ボンネットはちょっと汚れとうな、これね、ボンネット開けますよと。はい、ボンネット開けてみました。ね、間違えてね点検しよったのがこれやね。ここを点検しよったんやけど、これはどうも間違えて、リザーブタンクっていうのがあるかな、ここかな、ここかな、これやね多分。ここのこの白いやつやね、これの液が入っとけば H 書いとんやけど、どうかな、半分ぐらい入っとんかな、あれで適正な量なのかな、まあ、緑とかね赤もあるみたいなんやけどね。ここに入った液が LLC っていうロングライフクーラント地域なんやけど、これのおかげでねオーバーヒートすることなくエンジンが回るようです。もしね急激に減ってったら、まあ、どっか故障しとるとか漏れとるとかそういうことだそうです。で、水とねなんか沸点の低い化学薬品みたいのを混ぜとみたいなんやけど、水を入れてしまうと、まあ、故障の原因になるので、なるべくですね LCC ですね入れてくださいとのことでした。まあ、比較的ね入れ方は簡単みたいなんですけど、まあ、僕の場合はねちょっとあまり詳しくないんで、購入先とかね車に詳しい方にやってもらおうかなと思います。で、車の動画ねいろいろ撮ってきたんですけど、まあ、視聴者さんも増えてね、あんまりね間違った情報もね出せなくなってきたんで、もうちょっとね勉強してね動画投稿していきたいと思います。まあ、素人感覚でね動画撮ってたんですけど、もうちょっとね、ちゃんとした情報が流せるように、調べてね動画撮っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネルが気になった人はチャンネル登録、評価よろしくお願いします。